YouTube エピソード3ということで、簡単な自己紹介 と、この間インスタグラム、僕のインスタグラムのストーリーで、自分はどういう人間かっていう質問を投げかけて、いろんな人から回答いただいたので、その紹介とさせていただきます。前回のエピソード1とエピソード2は、こうやって喋る機会がなかったんですけど、今回初めて喋るということですごい緊張してるんですけど、よければ最後まで見てください。滑舌が悪くて、作業がなかなか言いにくいんですけど、もし理解できにくい部分がありましたら、下に英語で翻訳してるんでそちら読んでください。ということで今回自己紹介ということで、僕は1992年に生まれました。僕は日本人です。結構韓国人とか中国人に間違えられるんですけど、バリバリ日本人です。好きな女優は倉科カナです。YouTube 始めたきっかけとしては、僕は海外に出て5年目になるんですけど、海外生活の暮らしだったり、自分のことを、発信していけたらなって思って YouTube を始めました。YouTube 投資の目的だったりターゲットっていうのは、明確にはまだ決めれてないんですけど、YouTube をやっていく中で、明確に決めていけるかなと思います。職業は、サッカー選手をやっています。サッカー始めたのは、ボールを蹴り始めたのは幼稚園の頃からずっとボールを蹴ってて、本格的にサッカー始めたのは小学生、6歳の時に、僕の友人と一緒に小学校のクラブで本格的にサッカーを始めました。で、小学校、中学校では、中学校の部活動には参加せずに、僕の市内の、クラブチームの方で3年間で、高校は、明石城西高校っていう高校で、サッカー部で3年間活動していきました。で、大学は、関西大学っていうところに、指定校推薦で入学しまして、サッカー部の方に入部して4年間してます。大学サッカーでは一度もトップチームの方に上がることなく4年間を終えました、それでも、プロサッカー選手になりたいっていう夢は、小学校の時から持ち続けてまして、大学4回生の時、大学4回生の時に、J リーグのチーム、何チームかに練習に参加させてもらったり、トライアウトテスト受けさせてもらったんですけど、チームが決まらず、大学卒業後、社会人チームの、FC ティアン枚方っていうチームに所属させてもらってました。で、そのチームに所属してプレーして、その年の11月に、カップ戦が残ってるんですけど、途中で退団させてもらって、11月の中旬に、ミャンマーっていう国に、プロテストトライアウトに飛び込みました。で、そのミャンマーのトライアウトについてだったり、いきさつなんで海外に行きたくなった
まあそのいきさつだったり、なんで海外にミャンマーに行こうってなったのかっていうことに関しては、また、まあ、次回、そういう細かいところは話していけたらなと思っています。でミャンマーで、まあ、チーム決まって2016年、2017年と2年間ミャンマーでプレーして、2018年はラオスという国で参加しました。2019年で今年はタイで、サッカー選手として、生活しています。まあ、ざっくりこんな感じで、自己紹介ってことで、自分がどういう人間なのかっていうことを、まあ、自分で喋るより周りの人がどんなことを思ってるくれてるかってことを伝える方が簡単かなと思ったので、はい、インスタグラムの回答の方を見ます。全力でがむしゃらにもがき続けれる人、そうですね、うん、まあサッカーは好きです。はい、がむしゃらにやってます、つの日本、これは、デコだった出てるんですよ。以上です。鼻がでかくて作業が言えない、はい、作業が言えない、作業、はい、まあこんだけ喋ってるって分かると思うんですけど、作業は言えません。はい、熱い、素直、ポジティブ、ストイック、おそらくそう、素直かは分かんないですけど、熱い、ポジティブ、まあ、ストイックやってます。はい、努力家で行動力のある人間、試合前の写真は誰よりも注目されたい、でしゃばりな先輩そうですね、行動力はある方だと思います。試合前の写真に関しては悪いですね、これ後輩でもありがとうございます。ストイックでカッツス悪い、そうですね、まあ、何人かに言われてます、カッツスはめちゃくちゃ悪いです。夢を追いかけ、自ら開拓している、名前に恥じない生き方をしている、尊敬する人間、いや、こうやって言ってもらえるのはすごい大事ですね。はい、ガムシャになります。とびっきり元気で明るくて忍耐力の塊、雑草魂、雑草魂、わめちゃくちゃ持ち続けてますね。はい、サッカー下手なんで、暗い
キュート、ファン。かわいい。かわいい。あれ、ストイックだから、不細工だから、サッカーバカだから、3枚目キャラだけど、本当は4枚目だから。イケメン。これは、回答での悪口です。諦めの悪い男。面白いのは顔だけ。先輩なんだけど。諦めは悪い方です。面白いのは顔だけ。嘘をつけない人間。寂しがりのかまってちゃん。めちゃくちゃ寂しがりですね。最初海外出た1年目はもうずっと誰かに電話してましたね。めちゃくちゃ寂しかったです。今まで出会ったサルカの中でダントツに鼻がでかい。彼がどんなサルカに今まで出会ったかわかんないけど、まあ、ダントツに多分鼻がでかいんでしょう、優しい方だと思います。優しい、そう言ってもらえると嬉しいです。今回こうやって、たくさんの人に、メッセージ書いてもらって、僕一人で海外に出てるんですけど、みんなと接することができるような機会やなっていうのはすごい感じました。回答ありがとうございます。今回自己紹介と、次回は、海外出たきっかけだったり、どういう経緯で海外に出たかっていうことを発信していこうって思ってます。慣れないことをやってるんで、どういう投稿していけばいいのかっていうのは、いろいろ考えてるんですけど、こういう投稿をしたらいいんじゃないかとか、こういうこと聞きたい、知りたいとか、何かあれば、コメントやメッセージいただけると嬉しいです。はい、こんな感じで、エピソード3は終わらせてもらいます。